いいバランス影と火運動をすると心拍数が上がり呼吸は歯から歯から荒くなります全身が熱くなって次第に体から汗が出てきますこれは運動するエネルギーを作るのに栄養分と酸素をたくさん使うからもっと息を早くして酸素を送れほら体温が上がってきたぞ汗を出して体温を下げろ 体が自動的に命令を出し調整を図っているからです。その他に塩辛いものを食べると水が飲みたくなったり疲れた時は甘いものが食べたくなったりするのもやはり体の過不足を解消するために体が訴え欲しいと要求して平行状態を保とうとすることによります。人間だけでなく氷点下の氷ばかりの世界に住む動物も 沸騰する温泉の中に生きる細菌でも、環境に応じた生きる装置を、自分の中に備えて生活しています。びっくりするような例を挙げると、何万年も、前の化石の中に閉じ込められた花の種に、石を割って水をあげたら芽を出して、きれいな花を咲かせた、とか、硫黄分も含む摂氏110度もある温泉に、1立方メートルあたり何万もの細菌が住んでいる。 とと聞いたらうっそうと言いたたらううそ言くなるでしょう化石の中の花の種の話で言えばある日突然水がないという状態になってしまったことにより自分を貸し状態半永久的な睡眠状態にしてしまって生命活動を一旦お休みさせていたのでしょう水分がほぼなくなってしまえば自分の生命活動をゼロに近いものにして 次に発芽する時を伺うその間が何年何十年何万年であってもなんとこの生命力のたくましさには驚かされます人間が万物の霊長のごとく思われがちですが実はそれぞれの生物も人間にはないたくましさをたくさん持っているのです人間もこの大自然の中の一動物に過ぎない とといいいうことを自覚していなけければいけません地球46億年の長い長い歴史の中で生きる方法をそれぞれの生物がこれもまた長い長い期間をかけて作り出してきたわけです。そこにはいろいろな生活条件があります。暑い寒い水の中土の中空中氷の中空気がない光がない。 ジメジメしている乾ききっているさまざまですそれでも生きるために体の構造を環境に適応させているから素晴らしいのです中でもいろいろな環境や条件に適応できる守備範囲が広い生きる知恵が多いのが人間だったというだけなのです人間の体には栄養分を分解合成したり 毒物を無毒化したりする酵素を500種類以上も備えています。また、外敵から身を守る免疫というシステムを持っていて、それぞれの細胞がそれぞれに役割を持ち、一貫した統制のもとに配置され、しかも、すべて何かあると自動的にスイッチが入って働き出すから不思議です。多かれ少なかれ、地球上の生物は、 自然に必要なだけ環境に適応しようと来る日も来る日も自動的にその繰り返しを行っています生きるということはこの繰り返しでしかないのかもしれませんもっと広く言うと自然そのものも朝と晩の繰り返しの中で完全なる自浄作用によってフルオートマチック的に動いているのです草や木は土の中の有機質 無機質を吸い上げ光合成によって空気中の窒素分を固定化して自分の体を維持していますその草や好みを小動物が食べそれを肉食動物が食べるすべての動植物の死骸は目に見えないような小さい細菌が分解してまた土の栄養素となるこの繰り返しを何万年も続けてきたのです 小さい植物の芽がだんだん大きくなるように虫などの小動物も栄養が不足マイナス影しだしたら餌を食べてまた成長するプラス陽それを食べる鳥なども全く同じですここでは多くプラス陽なりすぎもしないしまた少なくマイナス影なりすぎもしない程度に食べられるものと食べるものが適正な数にバランスよく保っています もし何か一つの種類だけがいなくなったり増加してしまったりしてこの生態系が崩れてしまったらどうなるでしょうか赤潮の発生を見てみると排水から来る汚水の流入によって水がとみよ化して特定のプランクトンだけが異常に発生していますそうすると水中の酸素が不足して小魚が住みにくくなります 小魚がいなくなるので、当然、大きな魚もいなくなります。巡り巡って、最終的には活性力を失い、輝き澄んだ海は消えてしまうことでしょう。人間の体も、同じことが言えます。赤潮が発生する場合は、汚水がもともとの原因ですが、病気にも、必ず、発生の原因があります。元を立たないままでいると、 先に説明した海のようなことになるでしょう。注意深いことに病気で言えば、炎症があったり熱のこもるところには水が溜まってきます。影と火の矢白米の原理で、熱・日があるとそれを冷やそうと水・影が寄ってきます。このように病気には症状という現れがあるので、その情報をもとに影と火の偏りを確認することができます。 そこから改善法を判断して実行する。健康を保つということは、影と日のバランスを崩さない、偏りをなくす、ということです。影と日のバランスが良ければ、人間も地球も良い環境を保てることでしょう。